告知を来てください。待って待って、危なっ。あー、これ万円くらい売れました。嘘じゃろ、すごいこと聞いてるって今俺たち。やっていきます。意外とうまそうでしょ。ボドカのナイトルーティン、そういえば出すって言ってたな。なんか枕の案件だっけ。これが配信者兼プロゲーミングチームなんちゃってオーナーのリアルな生態です。まず18時くらいにアムの散歩に行きます。朝晩で2時間ぐらい散歩行くんで、配信者にしては結構健康的です。こいつガチでエグいんだよね、この犬。この犬可愛すぎんだよね。この日は22時から私が運営する e スポーツチームのリドルのエーペックスボンでの話し合いがあったので、22時まで、短い時間なんですけど3時間ほど配信していました。いい家住んでんな、ボドカ。金持ちだな。金くんねえかな。まあね、この映像を見ている限りわかると思うんですけど、モフモフでめちゃくちゃ可愛いっす。だからね、すごいよ、こいつをキュッとした時のね、なかなか、なんだこいつ。おーい、すげえな、風呂が。エロ風呂やん。ラブホにしか見たことねえや。なんだこの風呂。ほんでね、いつもね、ここに。やば、この犬やばすぎだろ。この犬かわいすぎんだよな。はい、そしてベッドイン。あ、そうや。最近はこの枕じゃなくて、こっちの枕の方を使ってます。ブレインピローでしょ、これ。突然ですが、皆さんは枕ってこだわってますか？おうおう、始まったな。私は睡眠の質を上げることによって、ゲームプレイや配信、そして日常生活でのパフォーマンスが上がるタイプなんで、ちょっとこだわってます。詳しくは概要欄に URL 貼ってあるんで、もし気になった方そちらの方に飛んでいただいて、こういうのは URL から飛びましょうね。おっと、チョコプラがやってるんだ。え、しかもゲーマーフォーカスなんだこれ。3万。まあでも寝具こだわってる人で3万って安いけどね。俺使ってるの教えてあげるよ。アイリスオーヤマのこれですね。枕クーラーです。冷凍庫とかに入れとくさ、枕ひんやりのやつあるじゃん、あれの電動版。一日中冷たい。これ俺夏さ、足先とかさ頭とかめっちゃ熱くなっちゃうタイプなの。これでひんやりしないと俺寝れないんだよね。音鳴るよ、そこそこから睡眠を障害しないぐらい。俺バカほど睡眠浅いの。睡眠障害ぐらい浅いのね。でも起きないから。俺はもう年がら年中睡眠と戦ってるわけですよ。逆にスマホのアラームとかで起きない人羨ましいわ。俺もう絶対起きちゃうからさ、何かしらの物音コトンとかなったら起きちゃうし、目覚ましとかいつも音鳴らさないでバイブだけだしね。俺びっくりしたのがね、俺ケンキん家に行った時だったんだけどね、あいつん家寝室にカーテンなかったんだよね。はと思って、やばいよね。ビカビカ光ってて俺マジ寝れなくて帰ったわ途中で。 VR チャットの度からすげえマシュマロが来るんだけど、 VR チャットにちょっとね潜入してみたいんだよね。俺はすごそうじゃん。なんか VR チャットの中の恋愛ってなんていうか知ってる？お砂糖っていうの。知らん。なんでかは知らんからそれも聞くわ。今6年やっててプレイ時間見たら9200時間でした。すげえ。ハズキーさん、俺にちょっと DM して。俺 VR チャットに行くからさ、俺のことをさ先導してくんない？俺を案内してほしい。 VR チャット、このインターネット、この世界を案内役してほしいんだよね。任せてください、頼むぜ。ハズキーさん、女の子？いやちょっと待てよ、VR の、おい、ちょっと待て。マジで興味湧いてきた。マジで興味湧いてきたぞ。頼むね、ハズキーさん。俺のこと案内してね。6年間やって9200時間このゲームに潜った猛者から、ちょっと、どういうところも気をつけないといけないのか、
その9200時間で感じたやばい話も知りたい。女の子の学校した40歳まで。まあ、でも別にお前らもさ、MMO やるとき女キャラでやるって人結構いない？別に。それと一緒だよね。うちの販売アバターであればよければ お渡しできますよとか言ってるけど。じゃあ、あれね、サイトとかないの？すげえ。すげえな。すごいやん、マジで。待って待って。あぶな！ああ、これ !VRC おしっこを、おしっこ、ちょっと待って。一回確認してくるね。一回確認してくる。待ってね。これは何をしてるの？演者がいんのか、まさか、これ。参加者って言ってるけど。フレンドたちがおしっこ漏らすもんです。レベル高っ。300万円くらい売れました。嘘だろ、嘘だろ。これ2000円なのに、え、2000円だよ、300万売れたの。おい、すごいこと聞いてるって今俺たち。俺たちすごい話聞いてるぞ。待って、500円で VR オナホール売られてるけど、これは何？待って、頭混乱してた。待ってね。どういうことだ？システムが理解できない。VR の、どういうこと？あー、ついてきて、俺もついてきてよ。動け。はい、とうとうやってきてしまいました、この日が。はい。瀬戸康史 VR やってんの？サキュバス酒場に潜入する日でござ。本日はこちらでバーテンダーを務めさせていただきます。待って、俺たちがやってたさ、お酒のやってたじゃん、俺のゲームを。あれってもう遅れてるじゃん。お好きなものございましたらおっしゃってください。いや、マンハッタンリリースにします。私はありがとうございます。瀬戸康史、お前何やってん。リリースではお願いします。瀬戸康史、じゃあ魔法陣から当店で使うグラスや材料など呼び出しております。魔法陣から出てくるんだって。失礼いたしますね。おお。マンハッタンレリスという名前のお酒。すごマンハッタンというお酒。すご人間界にも。え、全部すごい。僕こんなバターの姿なんですけど、こういう人も来られますか？なかなか珍しいですね。珍しいですね、こういう人が来るのは。動き、ね、すごい。ではご用意させていただきます。まずはこちら、はい、ウイスキーです。すごくね、こんなきっちりトラッキングできんの。こちらサキュバス特製のシロップを数滴加えて完成。サキュバス特製のシロップ、麻薬のような効果があるシロップとなりますが、溶けちゃうよバターが。無料ですのでご安心ください。わかりました。常連のお客様になりますと、おもれを増やしてほしい時にですね、サキュバスさんからあーをさせていただきたいなと思っておりまして、させていただけませんか？すごい、こんなことになるとは。はい、よろしくお願いします。え、すげえ。よろしくお願いします。え、すげえ。え、生きて。どういう。ハズキーさん、俺ここ連れてって。ハズキーさん、俺をここ連れてって。マジでちょっとドキドキしますね、ちょっとこれは。困るというか。はい。バター歴は私のバター歴は、まあ最近なんで、まあまだ1ヶ月も経ってないぐらいですかね。はい、新鮮なバターなんですね。あ、そうなんです、新鮮なバターで、さっき生ハムが体の中に入ったので、結構バターとハムで美味しい感じにはなってると思います。
俺確かに瀬戸康史結婚してたよね。でも結婚してるからこそ許されることなんかすごくない？これ既婚者でも許されるキャバクラだよ。高橋っていいって言われた。もうこれが先場所酒場か。これ舐めてる顔やばいんだけど。始まった。はじめまして、ダージリンさん、はじめまして。はい。はじめまして。あのバターです。スバルメンです。かわいい。食べ物できてるっていうのは食べられにきてるってことで認識でいいんですか？そういうことになっちゃいますかね。ちょっと食べてみます、僕のこと。おい、こいつはこのクソ親父は何やってんだよ。はい。じゃあこっち見て。はい。あ、これはちょっとやばい。素晴らしかったです。ありがとうございます。ちょもうおもろすぎ、やめてくれ、そっちのカメラ映さないでくれ。はい、おもろすぎ。今の動画でなんか分かる気がする、ハマる人の心理が。ハマるだろうな、普通に。ちょっとインタビューする、潜入するわ。俺はあの世界に行く。俺あの世界行くよ。